ジェシー・ウィルコックス・スミスによる RL ・スティーブンソン、子供の死の園のイラストレーション系とグリーナウェイ、メーデンイラストレーションとは、図像によって、物語、小説、詩などを描写もしくは装飾し、また科学、報道などの文字情報を補助する、形式よりも題材に主眼を置いた図形的もしくは、絵画的な視覚化表現である。イラストレーションは情報を伝達する媒体の一つで、あり、 目的に沿って作成される絵や図像であり、情報の図解という性格を持つ。マスメディアを通じて、社会の中で機能することを大前提としており、グラフィックデザインの中の分野でもある。そのため、作家自身の世界を一貫して追求する芸術、美術とは、性質が異なっている。イラストレーションを描くことを職業にしている人を、イラストレーターという、 イラストレーテドロンドンニュース総刊号。19世紀のジャーナリズムは競って、イラストレーションを導入した。英語のイラストレーション、イラストレート及び西洋諸言語の同型の言葉の語源は、照らす、明るくするを意味する、ラテン語ラストラルであり、明るくすることから転じて、わかりやすくするという意味となった。したがって、西洋でのイラストレーションの元々の意味は、 図解や挿絵など印刷物の中に扱われ理解を助ける図牌のことであったが、現在はさらに拡大した解釈で用いられている。イラストレーションは日本では略してイラストと呼ばれ一般化しているが、この略称は日本で作られたもので、海外では通じない。現代の日本におけるイラストレーションは単に絵を示すことも多いが、西洋のイラストレーションは基本的には その意味がなく、また必ずしも、絵だけには限らない。芸術としての絵画に対し、イラストレーターが制作するような、わかりやすい、ポピュラー美術に相当するのが、現在の講義のイラストレーションであるとも言える。挿絵はイラストレーションそのものであり、絵本や漫画もイラストレーションに含まれ、もしくはイラストレーションを構成要素として持つが、これらは、 イラストレーションという故障が普及した1960年代、以前から存在していたため固有の故障が用いられている。建築物の完成予想図もイラストレーションの一種である。ジョージ・クルック・シャンクによるオリバー・ツイスト表紙デザイナーイコールイラストレーター、芸術家、版画家、写真家などによって制作されるイラストレーションは非常に幅広い領域にわたる。 このリストは領域を限定するものではなく、こうした様々な領域の境界線は不明瞭なもので揺れがある。例外はあるが、何らかのメッセージを持つテクストに付随するということと、印刷や版画といった手段により大量に複製されるということでイラストレーションは定義される。イラストレーションは図解であるが、これは必ずしもイラストレーションが テクストに従属することを意味しない。ジョセフ・ヒリス・ミラーはホルバインを例に取りつつ、イラストレーションと文章は対話的関係にあり相互干渉し、意味を二重化するのであって、同一のものを表すことは決してないと表現している。作家チャールズ・ディケンズの出世作、オリバー・ツイストには、ジョージ・クルック・シャンクによるイラストレーションが添えられているが、これは、 ディケンズの小説をもとに、クルック・シャンクが挿絵を描いたのではなく、ロンドンの仮想社会を描いた、版画連作のためのスケッチをディケンズが見て、オリバー・ツイストのキャラクターを着想したものであった。イラストレーターによるキャラクターが、小説に先行したのであり、この構図は、今日の日本のライトノベルやアニメ漫画などの、キャラクタービジネスでは、より鮮明となっている。 イラストレーションはメディアで複製され機能するメッセージを伴う図版表現として芸術作品から区別されるがこれは機能からの分類であり機能と切り離してみれば絵の一種以外の何物でもない独創的な芸術作品もまたしばしば書籍のカバーや挿絵などのイラストレーションとして利用される逆にイラストレーションの原本が その制作時の文脈に関係なく芸術作品として取り扱われ画廊などで販売されたりすることも少なくない。美術においては画家というここから出発して一つの普遍性を目指すがイラストレーションにおいては即座に人を捉えるわかりやすい個性が求められる。このため美術では常に人とも過去の自分とも異なる表現が求められるが イラストレーションではそうした漆黒から自由な反面、一度タッチなどの作風が定着すると、その作風を反復し続けることを要求される側面もある。イラストレーションには様々な環境において大衆に訴求する、わかりやすさが求められると同時に、大量に複製されることによって大衆が身近に触れることのできる絵画的表現物ともなっており、即時的な 消費される絵画であると同時に絵画にはない、共有性や同時代性も持つ。他方で、消費社会の高度化に伴い商業領域でも、語に訴求する表現が受け入れられるようになり、表現者が美術とイラストレーションを王冠し、またメディアも、紙のみならず、デジタルや環境などへと拡散していったため、美術との境界のみならず、イラストレーションそのものの定義も揺らぎつつある。 ヨットの図解イラストレーションイラストレーションは様々なテーマを表現することができ以下のような幅広い目的に用いられるイラストレーションに関わる職業はイラストレーター、写真家、その他のクリエイターだけではなく作家や作品と最終的な顧客との関係を確保する重要な役割を担う仲介者も含まれるアートディレクターや制作ディレクターは イラストレーションの様式やアーティストをプロジェクトに最も適するように選択し、関係を確立し、仕様書を渡し、仕事の進行を管理し、必要な訂正を行わせる。図版担当の編集者は、写真、文献、版画、絵画など、すでに存在するありと、あらゆる形態のイラストレーションから、必要なものを探し出し、個人、各種組織、図書館、 美術館などの著作権所持者との交渉を行う。今日では、以上のような用途の少なからぬ部分は、写真で、代用可能となっているが、それゆえに、独自の表現を求めてイラストレーションは多様化し、またイラストレーターの目と手を通じた、抽象化や説明性は対象を写真よりも、理解しやすいものとするので、図鑑などのサイエンティフィックイラストレーションや、 技術分野でのテクニカルイラストレーションとして生き続けている。ベリー以降の糸も豪華なる。自動書より6月イラストレーションの期限は定めがたいが、文字では表すことのできないものを絵によって表すことから始まり、印刷技術の発明により、活字の他に絵による図版が登場し、大量生産によって大衆化することで本格化した。新聞。 図鑑、解剖図などで挿絵が活躍する。19世紀後半には、スータの文学作品に芸術的な挿絵が添えられ、西洋のイラストレーションは黄金時代を迎える。印刷技術の大型化に伴い、ポスターが登場し、メディアとしての広がりを見せる。ヨーロッパでは、アール・ヌーボーの画家やデザイナーが花を咲かせた。ラファエル・ゼンパ、アーツ・クラフツ、ナビハ。 アールデコなどの美術潮流と相互に影響を及ぼし合う。やや遅れ、19世紀末から20世紀初頭には、アメリカ合衆国が、イラストレーションの黄金時代を迎え、現代に至るまでのイラストレーションの原型がほぼ、出揃う。日本においても、1950年代後半には、イラストレーションという呼称が用いられるようになり、1960年代には、 グラフィックデザインから独立したジャンルを築く。写真仕様の一般化に伴い新聞雑誌などでの仕様は減少したが、媒体自体の増加に伴い空間、環境、舞台、衣装、ウェブデザイン、コンピュータゲームなど、表現領域を大きく広げている。戦死時代、アルタミラ洞窟の洞窟壁画イラストレーションの起源は、初期の図像表現とは価値が高く、 戦士時代の洞窟壁画がその最初の形であろう。印刷機が発明されるまでは本には手書きで絵を入れていた。極東、とりわけ中国、朝鮮、日本では8世紀から伝統的に版画により文章にイラストレーションを添えていたが、より一般的にはこれらの国々の絵画芸術では19世紀に至るまで、 絵画の型に短い詩文が添えられるのが常であった。西洋や中近東での始まりは、中世やルネサンスの彩色装飾であったとも考えられる。注目に値する数々の彩色装飾の中でも際立つのが、ベリー校の糸も豪華なる、自投書のそれである。イスラーム圏では、絵画が宗教的理由で抑圧されたため写本芸術が発達を見た。 15世紀には印刷術が発明され、書物には木版術で挿絵が施されるようになった。16世紀には製版術が進歩し、木版から同版へ、そして18世紀末にはリトグラフへと発展していった。17世紀のコメニウスの世界図絵は文字と絵を平地した初めての視覚的教科書であった。この時代の特筆すべきイラストレーターに、 突ンウェッチングを用いて実書に、自らの手で総画した、ウィリアム・ブレイクがいる。ディドローとダラン・ベールの百科全書は、啓蒙思想に基づき大量のイラストレーションを使用し、今日のテクニカルイラストレーションの先駆けとなった、ジョージ・クルック・シャンク、ボニーの火を消しちまえ。ナポレオン・ボナパルトの追放を封し19世紀初頭には、大衆的な新聞や小読みが、 飛躍的に普及し、マスメディアが形成され、そこに掲載された短編小説や連載小説が人気を博したこともあり、ジャーナリズムのイラストレーションが発達した。識字率の低かった当時、図像の訴求力は大きかったのである。この頃の注目に値する人物としては、ジョン・リーチ、ジョージ・クルック・シャンク、チャールズ・ディケンズの挿絵画家、ハブロッド・ケイ・ブラウン、 フランスのオノレ・ドーミエがいる。同じイラストレーターたちが風刺雑誌と一般のフィクション雑誌の双方に寄稿する場合が多かったが、どちらの場合も需要は社会的な類型や階層を要約しまたは風刺するキャラクター画にあった。先行するクルック・シャンクのコミック・アルマナックの成功を受けて1841年に創刊されたイギリスのユーモア雑誌パンチは ジョン・テニエル、ディエル兄弟、ジョージ・デュ・モーリアを含む、高水準な漫画イラストレーターたちを20世紀まで、途切れなく採用し続けた。パンチ氏は、大衆的イラストレーションが風刺への依存から、時事問題の洗練された観察へと徐々に移行してゆく、様を映し出している。これらのアーティストたちは皆、伝統的なファインアートの芸術家としての教育を受けていたが、主に、 イラストレーターとしてその名声を獲得している。パンチシやル・ボルール氏などのこうした雑誌は優れたイラストレーションは文字のコンテンツと同等に売れるものであると世に示した。1842年にはイラストレーテド・ロンドンニュース紙が創刊され以降相次いでイラストレーション入りの新聞が発行されるようになる。ギュスターブ・ドレによる マメールロアのお話収録の長靴を履いた猫の挿絵19世紀後半はヨーロッパとアメリカ合衆国におけるイラストレーションの黄金時代と考えられている。一般大衆向け出版の発達と雑誌の出現がイラストレーションのルフを増大させた。木口木版術は熟練した正版家の力と相まってデザイナーの仕事を極めて細かいディテールまで再現する。 ことを可能にした。新しい印刷技術の発明は、サッシエ画家たちに、カラーや、新しい表現技法を実験する自由を与えた。アルフォンス・ミューシャによる演劇、ジャンヌ・ダルク・ポスター・フランスでは、ポール・ガ・バルにジェイジェイ・ J. J. グランビル、そしてとりわけギュスターブ・ドレによってこの分野は、芸術の域にまで到達した。ドレの、ラ・フォンテーヌ・グーワッシュ、シャルル・ペローの童話。 セルバンテスのドン・キホーテなどの挿絵は一時代を隠するものであった。1860年代ロンドンの貧困の異物さを反映したこれらの挿絵は社会問題の芸術分野での現れの注目すべき例でもあった。熟練した正反化によって実践される木口木版術の恩恵で出版社は大量のイラストレーションを使用した。 熟練性版科の存在がなければ、どんな単純なイラストレーターの仕事も出版されることはなかったであろう。最も代表的な例はおそらく、ジュール・ベルヌの小説を出版したエッツェル社である。本文とは別に印刷して、別調にしなければならない。他の技法とは、対照的に、この技法は挿絵を本文と同時に、多くの部数に印刷することができた。 デザイナーの制作した原本を再生産する仕事をする。これら製版家の大部分は、彼ら自身もまたイラストレーターであった。フランソワ・パンヌマケ、エドアール・リュウ、レオン・ベネットなどがそうである。エドアール・マネ、エドガードが、やや後のピエール・ボナールといった偉大な画家たちも、エドガー・アーランポーの仕上げ、ドモーパスさんの小説の差し絵を描いてみたりしていた。ウォルター・クレインによる、 美女と野獣の差し絵。イギリスでは、ジョン・テニエルによる差し絵が、ルイス・キャロルの、不思議の国のアリスの幻想世界を読者たちに、表現してみせた。ドレア・テニエルが、モノクロームの版画で、幻想的な作品を作り続けた一方で、他のイラストレーターたちは、色彩の可能性を発見していった。彼らは特に、ラファエルン派の画家たちの影響を受け、ウィリアム・モリスが起こした。 アーツクラフツのデザイン思考の手ずりによる技術を模倣した。エドマンド・デュラック、アーサー・ラッカム、ウォルター・クレイン、カイニールセンなどがこのスタイルの代表例で、新中世趣味の風潮を持ち、神話や説話を題材にすることが多かった。それとは、対照的に、ビアトリーク・スポッターは彼女自身の短い物語に、 ビクトリア朝用式に着飾った動物たちを自然観察に基づき描いたイラストレーションを添えたピーター・ラビットで大衆的な人気を獲得しイラストレーションの領域を広げた黄金時代のイラストレーターたちの包丁さと調和は1890年代にはジャポニスムや炒め木版と影絵に影響され密度の薄い白黒のスタイルに回帰し アール・ヌーボーやナビハを先取りした、オーブリー・ビアズリーなどのイラストレーターによって、さらに際立った。19世紀末には、リトグラフの技法によりカラーの広告ポスターが一般化し、アール・ヌーボーの開花とともに、ジュール・シェレ、ウジェー・ヌ・グラッセ、アルフォンス・ミューシャ、アンリ・ド・トゥール・ウズ・ロートレックらが、近代的なポスターを作り出した。 合衆国での黄金時代は1880から1914年であった。アーサー・バーデット、フロストや、ハワード・パイルは子供向けの本のイラストレーションで、名声を得、ブランデーワイン派と呼ばれる、パイルの開いた、美術学校の生徒たち、N.C.Y.S., マックス・フィールド・パリッシュ、ジェシー・ウィルコックス・スミス。 フランクスクーノバーらが時代を支え、後のノーマン・ロックウェルにも影響を与えた。またパイルらは1902年に、イラストレーターの職業団体である、ソサエティ・オブ・イラストレーターズを設立し、イラストレーターの地位を向上させた。ジェームズ・モンゴメリー・フラッグ、アイ・ウォン・チュー、1917年アメリカの、兵士募集ポスター20世紀は、デザインの世紀とも呼ばれ、 大量生産と社会の大衆化に伴い商品の差別化のためのデザインが重要となり、デザインの絵画的要素としてのイラストレーションも発達を見た。アール・ヌーボー、アール・デコ、あるいはキュビスムなどの美術潮流や、バウハウスのようなデザイン潮流などが、イラストレーションに流入し混ざり合い、近代的なイラストレーションが成立していく。また両対戦を通じ、政治的なプロパガンダに、 イラストレーションが用いられるようになったのも、この時代であった。シカゴの美術学生であったサンティアゴ・マルティネス・デルガドによって、ラテンアメリカに一つの運動が引き起こされた。デルガドは1930年代にエスクアヤ市で、その後コロンビアにて、ビダ市で活動した。フランク・ロイド・ライトの弟子である彼のイラストレーションは、アールデコ様式の影響を受けていた。 同じく1930年代には表現主義の影響がイギリスのフリーイラストレーターであったアーサー・ラッグの仕事に見出される。ラッグはステンシルの技法で得られたプロパガンダのポスターで用いられるようなフォルムを様式化した。ラッグの様式化されたモノトーンな輪郭は政治的なポスターに使われるような木版印刷を彷彿とさせるものであったが、 この時代の写真的な手段で原画を印刷版に転写する技術はラッグに、すべての作品をペンとインクで制作することを可能にする域に達していた。合衆国では、サタデーイブニングポスト紙の表紙イラストで、中流アメリカ人の生活を騒がせた、JC ライエンデッカー、ジェームズ・モンゴメリー・フラッグ、ノーマン・ロック・ウェルラの名前を雑誌出版界が強く印象づけた。 印刷技術がさらに発達し、グラビア印刷により写真が容易に印刷できるようになった20世紀後半になるとメディアは徐々に手書きのイラストレーションを見捨てるようになり、イラストレーションは写真を保管する形で個性化が進んでいった。イラストレーターたちは広告、自動書、科学書、ディスクジャケット、それから政治や社会の風刺が主とした。 新聞雑誌の図版といった領域で活動を続けている。ラルフ・ステッドマン、トミー・アン・ゲラー、ダニエル・マジャ、ローラント・ポールなどなど、数多くの個性が、新聞雑誌、文学の挿絵、児童文学などの様々な領域で頭角を表している。美術出版社は、アンリマティス、レーモン・モレッティ、パブロ・ピカソといった巧妙な画家に頼るようになった。一例としてピカソは、 スキラ社が出版するオビディウスの変身譚のために挿絵を描いた。第二次世界大戦で本土に被害を受けなかった合衆国の1950年代は、ノーマン・ロック・エル、ハリー・アンダーソン、ボリス・アル・ツィバーシェフ、チャールズ・ケリンズらによる第二の黄金時代を迎え、1960年代前半までは雑誌広告や漫画などを中心にメディアでのイラストレーションの活躍が見られた。 イラストレーションは主に出版とコミュニケーションの領域で絵画の潮流に追随する形で存続したが時にはアンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインのポップアート作品のように絵画の潮流を先取りし導いたこともあったこの時代には広告が巨大産業となっていくのに伴いグラフィックデザインの分業化が進みイラストレーターも独立した職業となっていった一方で 商業の中の部品への交代も見られた。フランス1970年代の出版会で、グループ、バズーカの若いグラフィックデザイナーたちが、ロシア構成主義や漫画の影響を受け、写真やタイポグラフィと戯れるコラージュからなる大胆で、革新的なスタイルを打ち出した。1980年代には、ノーマン・ロックウェルの再発見を通じて、写真モンタージュの模写、 演出を主に利用し、エアブラシを多用した、ハイパーリアリズムの傾向が見られた。アイバン・チャマイエフ、大阪、海遊館、壁画、一部。1991、1980から1990年代には、テレビジョンのような視聴覚メディアがタブレットを使用して、生で番組の主題をギガ化したり図解したりといった形で、 時折イラストレーターの助けを借りるのが見られた。このタイプの高度な即興と、そう描きの能力を要求するイラストレーションは、シンポジウムや、会議や、セミナーや、その他のイベントなどでも用いられることがあった。20世紀末以降も、イラストレーションの伝統的な技法は教えられ利用され、続けている。イラストレーションの添えられた、出版物は、増加を続けている。 手書きのイラストレーションは専門誌で人気を取り戻しており、若年層向けの雑誌や書籍でも急速に数を増やしている。今日では書籍、雑誌、ポスターなどで使用されたイラストレーションの原画を収集し眺めることへの関心が高まりつつあり、数多くの美術館、美術雑誌、画廊が昔のイラストレーターたちのためにスペースを割いている。 アートブックやイラスト集などとしてイラストレーションそのものが商品となることも多い。媒体の選択肢が広がり、ビジュアルデザインやインフォグラフィックなどの概念も発達し、空間、環境などの領域への進出も見られる。情報機器の発達によって可能になったコンピュータゲームやウェブサイトなどのようなマルチメディアやコンピュータグラフィックスのイラストレーションもまたますます。 存在感を増しつつある。高感な紙の百科事典も今日ではマルチメディア版が出ており、画像、図案、写真のコピーだけでなく、音声、合成映像、アニメーションビデオなども主題の図解に使用している。イラストレーション的側面を持つ浮世絵王朝時代の絵巻物から西洋美術にもジャポニスムとして大きな影響を与えた江戸時代の浮世絵のような、 版画メディアまで日本は独自の図説文化を有していた。明治以降、挿絵は基本的に画家が担っていた。この時期の重要な挿絵画家には木村総八や小村節太などがいる。日露戦争以降の商工業の成長と石板印刷の技術向上により広告ポスターが流星し西洋イラストレーションの影響を受け変容が進んでいった。分野としての イラストレーションという呼び名が日本に定着したのは戦後になってからである。1951年に発足した日本宣伝美術会の公募展がデザイナーの登竜門となり出品作のほとんどにはイラストレーションが用いられた。この時期に早川芳義尾、淡月名田本雄依人らがイラストレーションの土壌を作った。 また福音館書店をはじめとする児童書の出版社により今日のような絵本が成立したのも1950年代半ばであった。1960年代にはグラフィックデザイナーとイラストレーターの分業化が始まり、1964年には非戦備の会員たちが東京イラストレーターズクラブを結成する。同クラブは 現代をイメージによって証言しそのコスモスの拡大を意識の根底として創造的継承化を目指すイラストレーターの集団とのマニフェストを掲げイラストレーションとイラストレーターの存在を世に広めた。宇野明、和田誠、横尾忠則らが活躍して一大ブームを形成しイラストレーションの市民権を獲得することに成功した。差絵という言葉より後にできたことや 紙媒体での挿絵の需要が写真に置き換えられていく時期であったこともあり、そこには文章に従属した挿絵というニュアンスを超えて独立した美術表現としてのイラストレーションという分野の確立が打ち出されていた。当時グラフィックデザイナーもしくは漫画家などを兼任していたイラストレーターが独立した職業となるのは1970年代以降であり、分業化されて拡大した。 日本のデザイン業界と高度経済成長などの経済力に支えられたマスメディアがその背景にある。1980年代には美術の抽象化や非え画化が進行したこともあり、湯村照彦の下手馬が社会現象化するなど手近に触れられる楽しい絵画的表現としてイラストレーションが広く受け入れられ才能が流入し多様化した。一方で、 1982年には、横尾忠則が画家宣言を行うなど、乱造され、ポップに消費されるイラストレーションに飽き足らず逆に、美術の側へと越境する動きも見られ、イラストレーションという概念の曖昧化が進行した。1990年代には、こうした状況に加え、成長を続けていた日本経済の転換や、メディアの多様化なども手伝い、1992年には、 長らく権威的存在であった年間日本のイラストレーションが観光を停止し、東流門もイラストレーション市のコンペティション、ザ・チョイスを残すのみになるなど、活動領域の拡大の一方で表現としてのイラストレーション像は拡散と流動化が進んでいる。1990年代から伝統的な媒体、画材に並んで、コンピュータのグラフィックソフトウェアやコンピュータに直接、 描画するタブレットがイラストレーションに用いられ始めた。イラストレーターたちはデジタルツールを発表する作品を手っ取り早く調整、編集、送付する手段として用いるようになってきている。編集者の求めに応じ人物を取り替えたり、建物を右から左に動かしたりといったことが元々の作品に実際の変更を一切行うことなく可能である。 スピードが重要となる業種では、コンピュータは不可欠なものとなっていることも多い一方で、無個性な仕上がりになりやすく、個性を生かすのは難しいとも言われる。表現としては、当初は 3D などの新規なものとして使用されたが、技術の発展に伴い自然な表現も可能となり、アナログで描いて、デジタルで仕上げ、もしくはデジタルで下絵を作成。 出力し、アナログで仕上げるなど、画材の一つとして使われるようになってきている。拡張カードの接続法を図解した、テクニカルイラストレーションテクニカルイラストレーションは、技術的性質の情報を視覚的に伝達する、イラストレーションの用法である。部品の図面やダイアグラムといったものも含む。テクニカルイラストレーションの目的は、視覚的な経路を通じて、 人間の観察者に何らかの情報を効率的に伝達できる表現力のあるイメージを作成することであり、大なり小なり、非専門の閲覧者に向けてこうした事項を記述、説明することが主目的となる。視覚イメージは閲覧者の興味と理解を引き出すために、大きさや比率に関しては正確でなくてはならず、対象物が何であるか、 何をしているかの全体的な印象を提供するものである必要がある。ウォルター・ラッターマンによるグッド・ハウス・キーピング氏の表紙。ありがとうございます。